私仮にも女だよ。いくらなんでもあんたとツレションは。マリア。何？親しみやすいのはいいことだと思うが、食事時に今のはちょっと品がないぞ。私もご一緒してよろしいでしょうか。もしやミキ様と浮気をなさるおつもりですか？リョウ様には私という許嫁がいますわ。まあひどい。私はこんなにお慕いしていますのに。耐えろ。男とはそういう生き物なんだ。分かっています。私は所詮日陰者の身。大丈夫だ。いつか水原もお前の思いに気づく日が来る。持っとこ。モリアは時々水原よりきついな。で、どうってそのまんま。不明の美少女に結婚してくれと追い回されて悪い気はしないながらも困惑しているのず。それが？相性は悪くないんじゃない？そう嫌そうな顔しないの。まあ、あんたは追っかけられると逃げるタイプだから、あの子のやり方じゃ難しいとは思うけどね。例えば、そうね、もしあの子がバイトの後輩として入ってきてたらどう？面倒見てあげてるうちにくっついたんじゃない？かねちゃん、ね。まあ、あんまり心配はいらないと思うよ。こういうのって時間が解決してくれるものだし。安心するのは早い。確かにカネちゃんの中であんたの存在って大きすぎると思う。
そうだね。けど、本当にそれだけって言い切れる？わかんない。でも、あんた、かねちゃんがどのくらいモテるか知ってる？入学してきた時、女子の間で結構噂になったよ。すごく綺麗な子がいるって。そう、まあちょうど同じクラスにあんたがいるってのもあるだろうけど、そのくらい目立つのよ、かねちゃんは。何度かラブレターもらったりしてるみたいだし。あんたには必死で隠してるの、自分がモテるってこと。まあね、もしかしたらかねちゃんもそうなのかもしれない。でも片っ端から断りまくってるとなると、なんか訳があるんじゃないかって思うでしょ。まあエミリンの場合はああいう事情だったけど、かねちゃんは、まさかとは思うけどね。すごく引っ込み思案だから怖がってるだけかもしれないし。ただ安心してばかりいられないのがあんたの態度よ。さ、自覚がないとは言わせないわ。あんたの愛情表現って時々行き過ぎてんのよ。あんた、かねちゃんが泣いてたら抱き寄せることに何のためらいもないでしょ。いくら仲がいいったって、お互い高校生の兄弟がさ、抱き合っちゃったりしてたらまずくない？私も自分が妹だからね、それは兄弟にしてはやりすぎなんじゃないのって旗で見ててドキッとしちゃうわけ。もちろん一方的にあんたが悪いわけじゃないけどね。かねちゃんもそれを嫌がらない。むしろそうして欲しがってる。かねちゃんと3年間文通した女よ、私は。だからあんたほどじゃないけど、私にとってもかねちゃんは大切なの。ズバリ聞くけどさ、あんたにとってかねちゃんって？そう思ってるなら大丈夫かな。
んたが自分を見失うことはないだろうってこと。とにかくしっかりしてよ。あんたが頼りなんだから。かねちゃんは女の子だしね、不安定になっちゃうこともあると思うんだ。だけどあんたが惑わなければ、さっきも言ったけど、いずれ時間が解決してくれると思う。もしかしたら静香ちゃんのことはいいきっかけかもしれないよ。そう、ついでに妹離れの。急ぐことはないけど、少しずつでも突き放してあげなきゃ。寂しいだろうけど。ん？You are welcome。いいのよ。私は日本語ちゃんと喋れるから。おはよう。月曜はごめんね、突然休んじゃって。あ、うん、ちょっとね。でも、ダメ。嘘。ちょっと新しい生活の準備でいろいろとね。ありがとう。それより私に何か用があったの？春樹さんから涼くんが私を探してたって聞いたんだけど。そう、それならいいけど、何かあったら遠慮なく相談して。いいの、だってりょうくんはお店の後輩だもん。うんと頼りにしてね。
今あかねさんがお風呂に。あ、やっぱりまずかったですか？いえ、普通はそうなんですけれど。王様の場合、見慣れてらっしゃるかと思いまして。ごめんなさい、撤回します。もう言いません。お詫びに、私の生まれたままの姿をお目にかけますわ。そんなもん、私の精一杯のお詫びの気持ちが。小学4年生からは祖父にも見せたことがないのに。あんまりですわ。許してくださいます。ありがとうございます。では仲直りの印に、一緒にお風呂に。見えなかったでしょ。それならいいよ。雪降ってるよ。ちょっと気が早いですわね。どうせなら明日降ればよろしいんですのに。持ってなかったからさ、持ってこなかったんだ。ありがとうって言いたいけど、自分はどうする気？
出た、シスコン兄貴。でしたら私の傘をミキ様にお貸ししますわ。リョウ様の傘に入れてください。合理的ね。どう思う？奇弁ですわね。やっぱり？ただ茜さんと一緒に帰りたいだけですわ。でも図星でしょ。ははあ、仮にも女で友達で幼馴染でクラスメートのこのあたしに雪の中を走って帰れと。的を射てるだけに腹立つわ。噂をすればですわね。みーちゃんとしずかちゃんも一緒なの？じゃあ平気だったかな。もしかしたら傘持ってないんじゃないかと思って。一緒に帰ろうかなって。兄が兄なら妹も妹だわ。仲がいいのは結構なことだと思いますわよ。ありがとう。雪が降るなんて思わなかったね。積もるかな。違和感なさすぎ。本当ですわね。ね。まあでも今日はそのおかげで助かっちゃったかな。実はさ、これからオーディションなのよ。
で、へこんで帰るときに濡れて帰るのはね。そういうこと。落ち込んだからってテストは待ってくれませんものね。非人道的だよね。みーちゃん、テスト勉強は大丈夫なの？あ、それはもうこちらにおわすお兄様が手取り足取り腰まで取って。それは冗談だけど、親切に対策を練ってくれたから。あ、それでさ、リョウ、無事にテストを乗り切れたら打ち上げしない？帰りにお昼食べてカラオケでも、もちろん可愛い婚約者と最愛の妹も一緒に。私は兄さんさえ良ければ。しずかちゃんは？もちろんご一緒しますわ。でも最愛のという形容詞は私にくださいませんか？あ、ごめん、最愛の婚約者ね。楽しみだね。雪だるま。そうみたい。このくらいじゃすぐに溶けてなくなっちゃうね。そしたらまた兄さんが優しくしてくれるかな。はーい。えい。私の手を握ってくれてるのは兄さんだよ。りょ
王様？なさいました。何か大きな声を出されたようでしたので。ああ、そうだったんですか。まだ降ってます？外にいらしたんですか？寒かったでしょ？嘘です。冷え切ってますわ。私が温めて差し上げます。ありませんか。どうせ誰も見てませんし。暖かいですわ。ごめんなさい、邪魔してしまいましたわね。はい、失礼します。